木村淳二の古墳ラジオ。おはようございます。こんにちは。こんばんは。参政党青森支部公認候補予定者の木村淳二と申します。今回も前回に引き続き、農産村集落と林業の関係についてお話ししたいと思います。前回、日本の林業が苦境に陥ったのは、 安い外国産の丸太が木材が輸入されるようになったからそういう理由ではないというお話をいたしましたそして日本の林業が苦境に陥ったのは和室がなくなって洋室に変化したそのような住宅の様式の変化が原因の一つであるというお話をしました今日は林業が苦境に陥った原因のもう一つをお話ししたいと思います 日本の林業苦境に陥った大きな原因の一つとしてムクノキということがあります。無垢の,木というのは何かといいますと丸い丸太を四角く柱にするときに四面を落として丸,丸を四角にしたものその四面を落とした四角いものをそのまま柱として針として使うというものをムクノの 柱、無垢の木という,ふうに呼びます。1995年に100 1995、年の流木価格を立木の価格ですね、山で木を買ってくる価格を100とした時に現在の水準はたったの25から30程度でしかありませんなぜこんなに立木の価格が下落してしまったかと言いますとそれはやはり無垢の木をつく 使わなくなくっってしまったからといいうのが非常に大きいですえ。つまり、えー、1995年以降え無垢の木を使わずにどうやって家を建てるようになったかと言いますと修正剤というのを使うようになりましたえ修正材というのは集めてなる材と書いて修正材ですえこの修正材は丸いえ丸太をですね、えー、薄い長方形の板にして それつまり丸い丸太を無垢の木であれば丸い丸太を4面を落として四角くしておしまいということで100の丸太から50の無垢な柱や梁ができるんですけれども修正材の場合はノコを何度も入れて薄い長方形の板を作って それを貼り合わせるわけですから100の丸太から20の木修正材の柱や梁しかできないつまり捨てるところが30も増えてしまうわけですしかし最後の住宅の価格というのは変わらないわけですからもちろんその柱や梁の価格は修正材であっても無垢の木であってもあまり変わらないということになりますそうしますと修正材 そうしますと修正材の方は30も捨てるところが増えているわけですから当然その仕入れ価格である丸太の価格あるいは山に立っている木の価格を下げざるをえないということになりますこうして立ち木の価格が著しく下落するという現象が起きてしまったわけですこのことが日本の、まあ、農産村の集落にどのような影響をもたらしかったかといいますと 立ち木の額が安い、あまりにも安くて、あるいは売れないということになると、臨時収入、まあ、何か臨時にお金が、まとまったお金が必要なときに、山の木を売って、その代金を用意する、そしてまた新しい木を植えて、次の,そのまとまったお金が必要なときに備えていくという、山村の伝統的な資産運用ができなくなってしまったわけです。 そうなりますとやはり給与所得を得るためにサラリーマンをした方がいいんじゃないかというような話がになってしまって町場の方へ引っ越していく山は持って行っても仕方がない固定資産税もかかるそれではまあほぼっておくしかないということになってしまうわけですこうした状況を変えるために何をするべきなのか、まあ、何かできることはあるのかということを えちょっとすいません、3回にもなってしまって恐縮ですが、えー、次回に、えー、またお話ししたいと思います。それではまた、えー、何かご意見、ご感想ありましたらコメントまでお寄せください。失礼いたします。